240年の歴史が終幕へ。室町幕府最後の日。歴史には様々な時代がありますが、室町時代の終わり、または安土桃山時代の始まりがいつなのかご存知でしょうか。諸説あるものの、それは最後の室町将軍足利義昭が追放され、幕府が実質的な滅亡を遂げた時だとされています。そこで今回は、織田信長によって終焉へ追い込まれた室町幕府を取り上げ、その最後の様子をお話ししていきたいと思います。足利義昭と織田信長が不仲になるのは、通説よりずっと後だった。永禄11年1568年、亡命していた足利義昭を擁した織田信長は、大軍を率いて近江を抜き、三好氏の残党を追いやった上で上洛を果たしました。まもなく義昭は室町幕府15代将軍となり、幕府の再興が果たされたのです。織田の武力なくして再興を実現できなかった義昭は、信長を父とも呼び、その関係は蜜月と呼べるほど親密なものとなりました。通説によると、信長は天下を手に入れるために義昭を利用したとされていますが、それは全く違います。あくまで信長は幕府を再興させて天下正室を目指したのであり、義昭を将軍につけた以上、自分の役目は終わったものと考えていたようです。義昭から慣例にしてやるだの、副将軍ならどうじゃと要請されたにもかかわらず固辞したのも、幕府という古い政治体制に組み込まれるのを避けたかったためでしょう。もし副将軍など受けようものなら、ずっと京都に滞在せざるを得ず、せっかく安定させた両国経営も台無しになる可能性があります。つまり、幕府さえしっかり機能さえしてくれれば、信長としては余計な口を出すつもりなどありませんでした。しかし、義昭が確たる武力を持たない以上、やはり織田の力は必要でした。信長は心ならずとも義昭と共に幕政を運営していくのです。そして元亀元年1570年の越前攻め、そして同年に起こった姉川の戦いでも、信長はあくまで幕府軍として出陣しています。この時は義昭自ら出陣する計画があったとか。これと前後して、信長は義昭に対して何度か殿中恩掟と呼ばれる意見書を出しています。それは、信長と相談の上、御内書は信長の添え状がなくてはならないとか、今まで出した将軍の命令は無効とし、もう一度考え直すことといった内容ですから、義昭の権限を抑え込み、そのプライドを傷つけるような文面だったようです。通説によれば、これがきっかけとなって二人の関係に溝ができたとされていますね。しかし、最新の研究では、この恩掟を出してもなお、二人の関係が良好だったことがうかがえます。例えば、永禄13年1570年初めに出された五箇条の上書には、確かに厳しいことが書かれています。しかし、信長は義昭へ直接出さずに、朝山日常と明智光秀の二人に託しています。つまり、直接言えば角が立つから、この二人に同意させることで、それとなく義昭に伝わるよう仕向けたのです。また、将軍になったばかりの義昭が舞い上がり、御内書を乱発したことで社会的な混乱が起こってしまいました。そうした事態を憂いた信長は、やんわりたしなめるつもりで恩掟を定めたのでしょう。この時点での義昭、そして信長の関係はすこぶる良好であり、共に天下正室のために努力していた形跡がうかがえるのです。信長に疑心を抱き、孤立を深めていく足利義昭。さて、姉川の戦いで勝利したとはいえ、信長を取り巻く情勢は不穏そのものでした。
浅井朝倉が再び挙兵する気配を見せていますし、何より再起を図った三好の残党と戦った時、大阪本願寺率いる一向一揆が背後から襲いかかってきたのです。北では浅井朝倉が、そして南では一向一揆と対峙したことで、ついに信長の動きは封じ込められました。一方、義明も不安を抱えています。信長、義明の上洛後、大和を支配する松永久秀は幕府に仕えていましたが、その野心をあらわにして不穏な動きを見せ始めたのです。そこで義明は久秀に対抗するべく、自らの養女を筒井純慶へ嫁がせて自分の陣営に引き込もうとしました。実は久秀と純慶は大和をめぐって長く争っており、対抗馬としてうってつけだったのです。ついに久秀は公然と義明から離反し、三好の残党と手を組むことになります。しかし信長の武力が当てにならない今、義明が持つ将軍権威だけでは対抗できません。徐々に三好や松永に味方する有力武将が増えていき、義明の側近ですら裏切るという噂が流れます。こうして義明は孤立を深めていきますが、そこへ舞い込んだのが信長の意見書でした。これは元亀3年1572年に出されたもので、そこには義明に対する痛烈な批判が述べられていたのです。久保様の兄義照公は宮中への参内を怠ったがゆえに不幸な最後を遂げられました。久保様も最近は怠りがちのようですので、私は残念に思っております。働いても恩賞を受けられない者どもが私に泣きついております。私は以前から恩賞の沙汰を下されるようお願いしましたが、まだなされていないとのこと。私は彼らに対して面目がありません。諸国から金銀を集めていると聞き及びますが、なぜ宮中や幕府のために役立てないのでしょうか。この他にも耳が痛くなるような小言がたくさん述べられています。にっちもさっちもいかない状況の中、確かに信長も苛立っていたのかもしれません。大人げない皮肉や嫌味をつい言ってしまうのは誰でもあることでしょう。しかしこの意見書を見た義明は残念に思い、信長までが私を侮り離れていくのかといった疑心を起こしました。そして蜜月だったはずの二人の関係に徐々に亀裂が入っていくのです。義明の挙兵を決定的にした武田信玄の大勝利。信長の意見書と時を同じくして、いよいよ甲斐の虎こと武田信玄が動き出します。通説では義明が決起を促した御内書に応じたとされてきましたが、これも大きな間違いです。西高津家や駿河を手に入れて勢力拡大した信玄にとって、北には上杉、西に北条という強力な戦国大名がいる以上、狙うべきは徳川家康が領する三河遠江方面しかありません。信玄が挙兵したのはあくまで野心のためであり、義明に応じたものではなかったのです。武田軍が遠江へ侵攻してくることを知った信長は、家康を助けないわけにはいきません。何せ大切な同盟者ですから、武田と断交してでも援軍を送る必要がありました。しかし各地の平定で躍起になっている信長にとって、大きな援軍を出すのは不可能です。佐久間信盛らに3000を預けるのがやっとでした。そして元亀3年1572年の冬、武田徳川の両軍が三方ヶ原において激突。数で勝る武田軍が圧勝します。さらに遠江を突っ切って三河へ進出する構えを見せました。こうなると織田の領国である尾張や美濃が危険にさらされ、京都でも信長が滅ぼされるのもそう遠くないといった噂が流れます。
一方、義明に仕える幕臣たちも意見が分かれますが、信長との関係を切り、武田に組みするべしと考える者が大勢を占めました。ここで義明は考えます。これまで自分を支えてくれたのは信長であり、感謝こそすれ裏切るものではない。かたや信長は文をわきまえず、将軍を公然と批判しており、もはや臣下とは言えない。ここは武田に通じるべき。この二つの思いが交錯したのではないでしょうか。そして熟慮した義明が出した決断は、信長を切って信玄に味方することでした。翌元亀4年、1573年の初め、ついに義明は信長討伐の御内相浅井、朝倉、武田へ発給します。これに勇気を得た浅井長政が、公方様が味方になってくれた、と大々的に宣伝したことで、義明の離反が信長の知るところとなりました。将軍が信長を逆臣と名指ししたわけですから、朝敵も同じことです。このままではせっかく従った者たちが離れてしまう。そう危惧した信長は、義明に翻意を促しました。さらに、我が子を人質にしてまで思いとどまらせようとしたのです。しかし、義明が首を縦に振ることはありませんでした。信長打倒を決意した以上、もはや後戻りはできません。越前の朝倉義景には、上洛軍を率いるよう命じ、さらに、近江古勢の国衆たちを決起させます。また、敵になっていた三好、松永と和睦することで、畿内における信長包囲網を形成したのです。あとは信玄の上洛を待つばかり。義明の計画はほぼ完璧でした。ここまでは。しかし、思いもよらない不運が義明を襲うのです。徹底抗戦を決意する義明。しかし、二条御所で挙兵した義明は、数千もの軍勢を集めて抵抗の構えを見せます。一方、岐阜からおよそ1万を率いた信長も京都へ着陣し、ここから睨み合いが始まりました。信長はなおも説得を諦めず、謁見することを申し出ています。しかし、義明も堅くなでした。明智光秀や細川藤孝ら側近が織田方につくも、武力による決着を辞さない構えを取ります。このままでは京都が灰になるのは確実。苦慮した信長が出した決断は、朝廷を動かすことでした。ほどなくして扇町天皇の勅命が下され、戦いをやめるよう命じられたのです。さすがに義明にとって勅命は絶対的なものでした。仕方なくこれに応じ、一時的な和睦を取り交わすのです。しかし、義明が諦めたわけではありません。武田をはじめとする諸大名の協力があれば、必ず信長を討てると確信していました。そして3ヶ月後、義明は宇治川の中洲にあった牧島城に数千の兵と共に立てこもったのです。信玄がやってくるのに将軍が立たないわけにはいくまい。そんな思いだったのでしょう。ところが、朝倉義景や浅井長政が一向に出陣してくる気配はなく、中国地方の毛利氏も義明に非協力的でした。さらに衝撃的な事実がもたらされます。頼みの武田軍が三河から動くどころか撤退したというのです。実はすでに信玄は病没しており、主を失った武田軍は粛々と甲斐へ向けて戻っていました。やがて6万に及ぶ織田軍が牧島城へ向けて進軍してきます。信玄の死を確信した信長にとって怖いものはありません。ここで義明の息の根を止めるべく大軍を差し向けました。しかし牧島城は川に挟まれた要害の地です。義明は最後の最後まで抗戦するつもりでいました。
ところが織田軍が川を渡って攻め込んでくるに及び、ついに負けたことを悟ったのです。これ以上の抗戦はできないと判断した義明は降伏を選び、嫡子の義信を差し出して降伏解除。ここに義明の戦いは終わりました。除名されたとはいえ、義明はもはや京都へ戻るわけにもいきません。河内から堺、さらには紀伊へ流浪し、ついに畿内から離れました。その間、あれだけ信長に敵対していた浅井朝倉も滅ぼされ、信長は一気に天下人へ上り詰めたのです。こうして室町幕府は実質的な終焉を迎え、ここに安土桃山時代が始まりました。幕府は滅びてなどいなかった？港町で生まれた友幕府とは？さて、畿内から追放された義明ですが、その後、中国の毛利氏を頼っています。これは毛利側から受け入れを表明したわけではなく、義明が勝手に押しかけた形でした。武田や上杉に助力を命じたにもかかわらず、色良い返事がなかったことから、より近い毛利氏を頼ったのでしょう。毛利はこれまで織田と良好な関係を築いていたのですが、義明を保護することで織田と敵対する羽目になりました。本当にありがた迷惑な存在だったことでしょう。もちろん義明は将軍職を辞したわけではありません。多くの奉公衆や奉行衆たちを同行させており、幕府機構をそのまま保持していました。また諸国へ御内書を発したりなど、以前と変わらず行政機能は持ち合わせていたようです。この時期の義明周辺を友幕府と呼びますから、決して幕府が滅びたわけではありません。さらに義明は渋る毛利輝元を副将軍に任命し、なおも信長を討つべく執念を燃やしました。この時の行動力は驚嘆に値します。越後の謙信を動かして織田と対決させたり、毛利と長宗我部を結びつけて対抗させるなど優れた能力を発揮しました。しかし義明の努力にかかわらず戦況は好転せず、羽柴秀吉率いる織田軍によって毛利はどんどん追い詰められるのです。しかし天正10年1582年、ついに義明の望みが叶います。明智光秀が謀反を起こし、本能寺において信長を自害へ追い込んだのです。裏で義明が糸を引いていたのかは不明ですが、早速京都へ戻るため準備を進めました。ところが頼みの毛利輝元が動こうとしません。実は動かないことを条件に秀吉と講和を結んでいたのです。さらに山崎の戦いで光秀が廃止したことにより、義明上洛の夢は完全に絶たれました。その後も柴田勝家に協力するなど秀吉と敵対するのですが、ついに秀吉が関白になるに及んで、もはや将軍として天下を治めることは不可能だと悟ります。天正15年1587年、秀吉の意向もあり、ついに友を離れた義明は念願の帰郷を果たしました。そして秀吉に臣従することを誓い、同時に将軍職を返上するのです。20年にわたって将軍を務めてきたわけですが、ここに幕府もまた完全な終焉を迎えました。幕府再興を願いながら悪戦苦闘してきた義明にとって、ようやく心安らげる時を迎えたわけですね。その後は亡くなるまで悠々自適に暮らしていたようです。